皆さんこんにちは、ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。もうすっぴんで登場することにも慣れてきましたが、早くメイクをしていきたいんですけれども、今日は、プチプラコスメ縛りで秋の大人っぽメイクっていうのを自分でやってみようと思うんです。プチプラコスメ優秀なもの、そしておすすめのものを持ってきましたので、ぜひ、最後までご覧ください。はい、では初めに下地からいきます。ドン、カネボーメディア UV プロテクトベースです。これね、すごくしっとりとした下地で大人の方にもいいなって思いました。メディアはね、結構ね、プチプラなんだけど大人向けなの。使っていきます。ベージュ下地だよ。カバー力のあるベージュ下地。あとトーンアップ効果もとてもよくって、これはね、伸びもいいしね、プチプラとは思えぬよ。めっちゃ綺麗じゃない？ちょっとこれびっくり。プチプラコスメの下地を選ぶということでね、とても厳しい目で吟味しましたけれども、乾燥させないかな、伸びがいいかな、そのあたりクリアしました。とってもいいアイテムです。825円。なんだろう、この保湿作用素晴らしい。すごい、これ保湿がなかったらこんな伸びないし、もうちゃんとポンチペトになるから、やだ、これはもうこれだけでお過ごしになってもいいんじゃなくて、いいの見つけてきたでしょ。私、下地がいい仕事をしてくれましたので、ファンデーションは薄くてもいいよね。今日はね、パウダリーファンデーション使っちゃう。うん、いつもはリキッドファンデーションで結構きちんと肌を作っている私ですが、優秀なパウダリーファンデーション、とても人気のもの、今日はお持ちいたしました。こちら、これ最新のものもね、お粉大臣的にチェックしたんだけど、すっごいシトシトシトリーナなの。でもしっとりと肌に溶け込むので、大人の方、乾燥肌の方でも大丈夫じゃないかなっていうふうに思っています。特に今しっとり下地を乗せたので、安心してやっていこうと思います。付属のパフもいいんだけれども、大好きすぎるこちらさん、ロージーローザバリュースポンジダイヤガトロック B をまたまた使ってパウダリーをのせていきます。ちょっとだけシトシトの表面の湿度を少し抑えてあげる、もしくは時間をちょっと置いて馴染んでから、気持ちシトシトからのサラサラに行く手前ぐらいの、そんな湿度の時にこのパウダリーファンデーションのデカスポンジ付けっていうのをやっていただくとうまくいきます。細かい話ですが、とても実は重要なことです。早いでしょ。カバーしたいとこ叩きます。はい、できました。どうでしょうか。早いね、これ使うと本当に早いですよ。ということで、やはりパウダリーのサラッとした感じで大変表面心地いいんですが、内側はメディアの保湿が残ってるんで、内側はしっとり、表面サラッとっていう感じでスピーディーに進行することができました。はい、シェーディングとハイライトをやっていこうと思います。シェーディングはこちらです。セザンヌのミックスカラーチーク20番のブラウンシェーディングっていう色です。ではもうミックスして、まずはアイホールに影を入れるよ。もうね、アイシャドウのベース的に影を入れて、ノーズもこのままいきます。4色入ってるけど、ちょうど混ぜたぐらいの色が穏やかでいいかなと思う。鼻もカットする。ちょっとブラシがもうちょっと細く使いたいな。そういう時はね、こういう風に潰して、こういう風にできる。そしてこの鋭くしたここで、でもね、こうやってちょっと細くしてやろっか。下まぶたの影、ちょっと顎下にも影、くん、そうそうそう、ポンポンポン、そうそうそう。そしてハイライトはこちらです。エクセルのハイライトを使います。これもね、お粉大臣的にめちゃめちゃ良き、すっごいしとしとで、すっごいしとしとで、輝きも穏やかだけれども、これ大人っぽいね、潤った感じに見えるハイライトで素晴らしいです。これはちょっと高い、高見えっていうかね、デパコスみたい。指でちょっとしっかりのせようか、指にとって。
柔らかい粉なので指にとって肌の上でこうやってちょっと押したり少しさすったりして粉を潰すようにつけた方がよりツヤがきちんと乗る感じがします。目頭や頬骨、鼻根や鼻のトップに。指の方がこういうしっとり系の粉は、ピチッとつくね。唇のお山、顎のトップ、薄いベージュピンクでね、とてもこう過剰じゃなく柔らかな光で、これはいいアイテムですね。はい、アイシャドウいきたいと思います。新作コスメの中から、はい、紙のパッケージでとてもエコな感じもしていますが、マジョリカマジョルカのシャドウフラッシュ、大胆なラメがセットされているのも魅力的だし、こちらもね価格帯も安いアイテムと思いますけれども、色の組み合わせもとってもおしゃれでいい感じです。こちらのマット、あ、かわいい、このマットのレッドすごいかわいい。ちょこ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 、こうやって開きながら目の大きさが私も違ったりとかするから、高さとかも何度か目を開きながら、あ、ちょっと薄い、こっち足そう、あ、これもうちょっとこっち上の方にとかって感じで、目を開いてつけたり目を開いたり閉じたりしながら進行するって、これも結構基本なのでね、左右対称に仕上がりませんっていうお悩みの方はまずここから見直してみてください。今日は発色すごい、発色良きね、私の新刊の中でもご紹介しております、この小指の側面を使ってアイシャドウを塗るという、こう上から見える、覚えないから全然か、なんか見せにくいんだけど、小指の側面にアイシャドウをつけて、このようにちょこちょこちょっという感じで、こうなんかちょっと歯ブラシみたいにさ横に動かすの。そうするとちょうど涙袋の幅に指がはまって、指の腹でねこんな風に取ってビーなんてやったらすごく涙袋をオーバーして、的確に狭いポイントに、ね、狙うことができないので、このポイントを絞って塗りたい時に小指の側面っていうのをすごいおすすめテクニックなので、ぜひやってみて、筆がない時ね、狭い範囲、はい、新刊の方に載っております。レンガっぽい色とミックスしちゃおうかな。こういうのを見つけたらそれだけで締めちゃうっていう風に無意識にやりがちだけど、少しこう横にあるパールとかと混ぜると締めすぎないっていうことになるので、ついつい締めちゃって抜け感なくなっちゃうんだよねっていう人は、締め色に、パーリーなものを混ぜるっていうテクをやってみてください。指にとって、大粒ラメは指にとって、目頭にしてみようか。今回大粒ラメ、大人の方はピンポイントで狭い位置で楽しむ、これを、覚えてくださいませ。はい、ビューラーいきます。この資生堂のビューラーはもう何回もリピートしている、仕事でも自分でもこちらです。ドラッグストアでもレジの横とかにあるやつでございます。しっかりカールさせたら、そのカールをキープするのはキャンメイクのクイックラッシュカーラーです。カールキープしたりですけども、いつもコーム型なんだけどね、今回はちょっとこのブラシ型にしました。乾かしている間にアイラインや眉に進んでいきます。ラブライナーのリキッド、天野佳代子さんと の対談動画あったと思うんですけれども、そちらで登場した色、天野さんに教えてもらった色です。黒目の上ぐらいからにしよう。あ、やっぱり全部入れよう。バランスの見た方がいいよね、初めから引いてしまうとね。だけ薄いモカグレージュだから下まぶたもいけるみたい。なんなら涙袋の影もいっちゃおうかな。そわそわ。でアイライン入れたから、マスカラ下地が乾きました。マスカラも D アップのマスカラなんだけど、アイライナーに似たようなカラーにします。やっぱグレージュ流行ってきたね。グレージュはいいわ。赤みの目元ともマッチするね。秋っぽいね。ここがやっぱ黒じゃないのがポイントかな。天野さんもおっしゃってたちょうど良い感じですね。目力も程よく出つつ抜け感も得られるカラーです。次、アイブロウいきます。こちらアルテッザ
のイージーアイブローペンシルの01番のグレーです。スクリューブラシがついているところも素晴らしいし、硬さもあって、これメンズのねプチプラコスメなんだけど、すごく優秀。あの長い式2段階眉グレー仕込みがもう簡単に叶うので、とってもいいアイテム。色もいいよ。ないところにだけツンツンと、偽装するのが長い式2段階眉のファーストステップでございます。そしてほんのり、カラーを入れて眉に軽やかさを出していこうと思います。トゥーナチュラルのアイブロウパウダーのダークブラウン&ピンクって色、今日は、ちょっとピンクとベージュのところだけをいただいて、すでにグレー仕込みが終わってるんで、眉の中に色だけを与えていこうと思います。今日はというか、これが長い式眉でございます。チークリップいきます。はい、チーク様はこちらです。キャンメイクグローフルールチークス15、側面に取ってきちんとここでなじませて、押し重ねるようにこすらないようにして、ファンデーションを剥がさないように、押し付けていくと、ファンデーションは剥がさないけれども色が密着、そして崩れにくくなっていくよ。ある程度押し込んだら少しさすっても OK です。こちらはグロウタイプだね。ツヤが出てきたね。では最後にリップに行きたいと思います。ドン、プチプラコスメでも大変人気のオペラのリップになります。ブラウンリップなんだけども、赤みがあんまりなくて結構かっこいい感じになると思う。だけれどもシアーなので多分モードになりすぎないと思うんだ。シアーなリップは大胆にグリグリいきます。しまったね、顔が。目元に赤みがあるので、ちょっとチークリップはブラウン系でシャープめなカラーをチョイスしました。ということで、いかがでしたか。プチプラアイテムにすることで何かちょっと諦めちゃったりとか、そういうこともしたくないし、やっぱ優秀なものたくさんありますから、いつもの自分のこう落ち着くメイク工程をそのまま優秀プチプラにスイッチしてメイクしてみるっていうのもおすすめです。ということで、今回の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう。